はい、皆さんこんにちは、さとみんです。今回もラジオ動画をお送りします。今回お便りをいただいたのでお答えしていきます。ラジオネーム N さん、メッセージありがとうございます。読みます。娘が赤ちゃんだった頃から動画を見させていただいています。ありがとうございます。4月に年少になる娘がいて、お口が達者でうるさいと感じてしまい、怒ることが多々あり、日々反省です。子育てする上でさとみんさんが気をつけていることは何ですか、とのことです。はい、ありがとうございます。メッセージ、まずね、これいろんな方が聞いているので変に受け取られたら困るので、先に申し上げたいんですけど、別に先輩ママとしてアドバイスしてあげようとか、こうするといいよ、こうした方がいいよではなくって、単純に私の意見を述べさせていただくので、そこはご了承いただけたらなっていうふうに思います。そうですね、改めて子育てする上で気をつけていることはって聞かれたら、私はもうずっと言ってるけど、自立を応援することなのかなって思ってます。そう、結構昔から子育てする上で自立っていうのは言ってて、なんかこれ言ってたらね、早く成長してほしいとか、早く大人っぽくなって手がかからなくなってほしいみたいに思われることもあるんですけど、全然ね、そういうことじゃなくって、なんか例えば今はもう4歳4ヶ月になったんですけど、文字の読み書きができるようになってほしいなって、なれるといいなっていうふうに思ってるんですけど、これは別に早くできるようになることがすごいとか偉いとかそういうことじゃなくって、なんか最近先生にお手紙が書きたいとか、お友達にお手紙を書きたいって言うんですけど、まだね、字を全部ちゃんと書けないから、私の付き添いっていうか、一緒にいてあげることが必要なんですよね。別にね、そんなん付き合えばいいじゃん、一緒にやってあげなって思うかもしれないんですけど、もちろんね、できる時は一緒にやってます。でもやっぱり家事とかね、仕事だったりあるので、いつもはできないじゃないですか。で、ちょっと待っててねとか、ちょっと今できないっていう時に、なんかまず自分でやってみるっていう方法を知ってほしくって、で、そういう時にまず自分でやってみる、やり抜いてみるっていう方法を知ってほしい、学んでほしいな。で、できなかったら人の手を借りるっていうような手順でやっていけたらいいなっていうふうに思ってるんですよ。それはなんかこれまでもさ、食事とか着替えとかトイレとか、本来はそれって自分が自分でやることだけど、体の使い方が未発達で一人じゃできない時期もあるから、年齢とか月齢によってはサポートするべきところはね、私ももちろんやってたんだけど、本当は自分でやること、やらなきゃいけないことを親が全部先回りしてやっちゃうと、それはそれでね、メリットもあると思うんですけど、でも結果的に自分でそれを身につけちゃった方が、本人もママの手を借りなくてもご飯って食べれるんだ、着替えられるんだ、自分一人でトイレって行けるんだって、行動範囲が広がったら、次のことにチャレンジできる余裕が生まれるんじゃないかなって思って、もうなんか今言ったのは身の回りの当たり前のことなんですけど、こう文字を読めるようになったら、その私が今までずっと絵本は読み聞かせをしてたけど、自分で本を読めるようになるとか、もちろん今後も読み聞かせは続けたいと思うんですけど、なんかわからないことがあった時、本とか図鑑を使って文字が読めるから調べることができる。で、それが英語になったら、英語の読み書きとか会話ができると、日本人以外ともやり取りができて、全く違う文化とか価値観に触れられる。で、最終的にその本人が大人になって、いろんな選択肢の中から仕事だったり、もうパートナーとか、もうやりたいことをいろんな選択肢の中から選べるんじゃないかなって。で、しかもその小さい頃から何度も自分で意思決定をしてきたんだったら、決めたことについても自信と責任を持てるんじゃないかなっていうのは、もう完全に理想論でしかないし、私の勝手なエゴだっていうのは分かってるんですけど、その自立した子であるといいなっていうのは、何かを早く身につけられるようになってほしいっていうわけではなくって、やっぱりこの乳幼児期って、私たち大人が成長する何倍もの速度でいろんなことを吸収できるから、なんか今できることの一歩先を私は娘にできるようになってほしいっていうよりも、絶対挑戦すればできるんですよ。だってできるようにならなければいけないことだから。そう、だから、なんだろうな、提供する機会を与えてるっていう感じなんですよね。だからといって、なんか常により高いレベルを求めてるっていうわけじゃなくって、その日の体調だったり様子を見て、できることできないことはあるだろうと思って接しているんですけど、なんか
SNS にさ、あえてうちの娘はこれができませんって書く人ってあんまりいないじゃないですか。中にいるかもしれないけど、で私がたまにね、インスタとかに娘がこんなことできるようになったってたまに載せるんですけど、自慢ですかって言ってくる人がいるんですよ。いやいや、単純にさ、私子供の成長を喜んでるだけなんだけどな、ね、喜んじゃダメってなんかたまに思うんですよ。そう、なんかそんな感じで自慢とか関係なく、まあ私に限らずですよね。それこそ別に SNS ってみんなさ、できることを載せがちだと思うので、その私の SNS とかを見てくださっている方が、え、娘ちゃんこんなこともできるんだって思われがちかもしれないんですけど、本当に別にね、特別な子ではなく普通の4歳で何ができないんだろうあんまり娘に限らず、人のできないことには目を向けないようにって意識してるから、今すぐ娘はこれができませんって思い出せないけど、なんだろう、あ、別にあれだよ、夜も普通にまだおむつでおもらしもするし、なんだろう、ちょっとすぐ出てこないけど、まあその子育て系の発信をされてる方とか、別にさ、あえて自分の子を下げる言い方って誰にもメリットないじゃないですか。子供にとっても失礼だし、なんか見てる人にとってもなんかすごいこの人子供の悪いとこばっか見つけるなって思われるし、だからなんかみんな SNS を見てたらキラキラしてるように見えるかもしれないけど、ね、多分子供にも怒ってるし、子供に限らずパパもママも得意なこともあれば苦手なこともあると思うので、あのご質問くださった N さんは、 N さんが思う子育てだったりご自身の心地よい生き方でいいと思います。ちょっと質問の回答になってるかな。そう、なんかやっぱ小さい頃は何でも受け入れて愛情たっぷり育てましょうとか、この頃の親との関わりが人格形成に影響がありますとかね、いろんな脅しじゃないけどそういうのがあったりするけど、なんかこれは私自分自身の話ね、なんか私が小さい頃親にこう育ててもらったから私はこういう性格になったとか、まあ良くも悪くも思った時期があったんですけど、でも今自分自身の人生を生きているのは今の私で、もう自分の人生だからもうそんなのは突っぱねて、親からどうしてもらったかっていうのは過去の話だから、今自分がどうしたいかっていう未来はもう今自分で選べるって気づいたんですよ。もう28歳9歳になってやっと。そう、それで、まあ、だからといってね、子供との関わりで何も意識しなくて良くなったっていうわけじゃないけど、なんか一般的に子供とこう関わった方がいいみたいなのはあんまり昔に比べては気にしなくなりました。全然怒る時に怒るし、あ、なんかこれ子供の成長に良くないんだろうなって思うような言動とか声かけも分かってるけどやってしまうけど、子育ての最終判断って誰にもしようがないじゃないですか。めちゃくちゃ親にさ、もう厳しく育てられた人でも明るい人っているし、それこそ同じ親でこう兄弟がいて、同じように子育てをしてきたつもりでも兄弟で性格って全然違うし、だからこう育てたからこうなるとかはなくって、そう、だからさ、なんか親が子供にしてあげられることって本当にわずかなんだなってたまにふと思いますね。どんなに頑張っても思い通りにいかないことはあるし、なんか何にも考えていない人ほど幸福度が高かったり、分かんないけどね、考えてるかもしれないけど、ということで、なんかめちゃくちゃもう10分ぐらい話してたはい、ということで、この今回のいただいたテーマとっても難しいんですけど、自分の思考をなんか整理する回にもなりました。ということで、 N さん、何か私のお話ししたことが参考になるというか得られるものがあれば嬉しいなっていうふうに思います。ということで、今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。ラジオ動画に関するコメントやリクエストは匿名で Google フォームからもお送りいただけますので、概要欄からチェックしていただき、よければメッセージ送ってください。励みになるので、動画の高評価、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。